マス後ートです。一、えー、1分間インです、えー。まず、えー、生活、通信、えー、生活ですかね。えー、この、また、続報ですね。お呼びしたということで、常年司ささんの方から、通販生活ですね。ごめんなさい。通販生活。えー、消費で、信、え、仰、ー、喧嘩で謝罪の通信生活。えー、論点ずらしで、え、暗い、えー、大使。 大使館と読者に、えー、形だけの謝罪、えー、ロシアよりで、えー、ですって、えー、記憶認めた方が良かったんじゃないということでちょ、えー、っとこのお通信生活ですね底辺 停戦ということで、左派寄りの、まあ、その有名な、ちょっとあ、名前を忘れましたけど、そういうことで、えー、これは一方的に、えー、ロシアがあ侵略してますね。まあ、絶対、これは、えー、武力による現状変更は許せないですね。ウクライナは自衛権を行使してますね。えー、ゼネスク大統領言ったように、クレミア半島含めて、えー、その、ソ連崩壊時に独立した、独立したウクライナのお主権を回復ですね。えー、まさと、この、えー、 ウクライナの平和、ウクライナの完全の主権の回復ですね。それと、それより、まず、プーチンがこの戦争をやめて、えー、ウクライナか軍隊を引き上げるべきでね、えー。プーチンがとの手から引くべきですね。それが停戦ですね。絶対そういう,う即即時でというのは、えー、この、 ウクライナ、ソ連のそのぶ、武力による現状変更を求め、そして、えー、本当に、えー、ウクライナ人にとって失礼な、無礼なあコメントですね。まあ、いろいろと立場が違いますけど、えー、こちらはウクライナあ応援し,しているチャンネルです。はい、えー、ウクライナの栄光あれですね。えー、ウクライナ頑張ってほしいですね。まあ、いろいろと意見はあるかと思いますけど、えー、ウクライナ。 に平和ウクライナのじ、えー、完全なあ主権の回復を、ウクライナからロシア軍の撤退ですね、えー、ウクライナに栄光あれですね。えー、短くなりましたけど、えー、なかなかそういうまあいろいろなロシア寄りの方々もおられますけど、鈴木宗男さんはじめ、まあ、佐藤、これはユうさんかな、あそういうロ、まあ、シア寄りもいますけど、こちらニュース4択、えー、ウクライナ応援しています、ウクライナに栄光あれですね。まさあとでした、短くなりましたけど、えー、ウクライナ頑張ってほしいですね。えー、マスアートの1分間言う でしマサ、えート、ま、の YouTube チャンネル登録またコメント。いえまた、えー、次回の一、うん、分間にお宅でお会いしましょう。マサートでした。仕上げれです。パシャンブルジシャロム、シャロム、シャロム。